薬物に関する専門家による乱用薬物の有害性の順位付け。ランセット2010年、プミド21036393。アルコール乱用とは、有害なエタノール利用を繰り返す行為に対してのネガティブな精神医学的診断名である。主害ともされ、飲酒に禁する身体的、社会的害悪を示す。主害者は、 男子会で用いられる言葉で、飲酒者本人、とりわけアルコール依存症であって、男子を目指すものを指す。乱用者には2種類のタイプがあり、一つは、反社会的で喜びを追い求める人、もう一つは、不安を抱え、長期間男子しているが、しかし一度飲み始めると、自分自身をコントロールできない人である。 また、過度飲酒も一つの乱用タイプであり、最も過度の飲酒をするのは、英国の青年層である。世界のアルコールによる死者は、風は毎年250万人、OECD は毎年約330万人と推定している。また、アルコールによる生産性損失は、EU 全体においては590億ユーロと、OECD は推定している。 米国での単位過度飲酒は、米国においては、男性で5単位以上、女性で4単位以上の飲酒と定義されている。それを超えると、バンダリズム、喧嘩、暴力行動、怪我、飲酒運転、警察とのトラブル、健康への悪影響、社会経済的、法的問題を招く確率が増加する。さらに過度飲酒は、前頭用処理の神経認知欠損。 ワーキングメモリの不全、聴覚遅延、言語記憶障害らと関連付けられている。月曜日は、過度飲酒、及び職場に出勤することへのストレスによって、心臓発作で死亡する要素の一つとなっている。アルコール依存症となるリスクは、男性で、毎週15単位以上、女性で12単位以上飲酒している場合に大幅に高まる。 過度飲酒を防止する一つの方法は、法的飲酒年齢を上げることと言われている。人横丁身体的害悪は飲酒者本人への害で、ある。急性アルコール中毒し、明定状態における、交通事故、身体の不調などがある。また、習慣的な多量飲酒は、生活習慣病、癌、うつ、認知症、消化器その他の内臓疾患などのリスクを高める。 社会的害悪は飲酒者周辺への害である。第三者に対しては飲酒運転、暴力、労働災害など、家族に対しては DV、虐待などを引き起こし家族のストレス、トラウマ、労苦は大きい。散布の飲酒禁止を呼びかける、ラベル妊娠時の飲酒は、胎児性、アルコール症候群を引き起こす。日本においては、 飲酒による死亡者は34,988人で、総死亡の3.1%を占めており、その社会的費用は4兆1,483億円と推定されている。アルコール依存者は80万人と推定されているが、うちその95%が未治療のままであった。アルコールの価格を手頃ではない価格に設定することは、 アルコール問題を削減する最も適切な方法だとナイスは勧告している。また、ある地域におけるアルコール販売店の店舗数と販売時間帯を削減することも効果的な方法であると報告されている。さらにアルコールの広告への露出を減らすことで子どもや若者に影響を保護できるという証拠がある。国民保険サービスの従事者については 成人受診者に対しては、日常業務としてアルコールのスクリーニング検査を行うことは不可欠で、あると勧告されている。臨床ガイドライン国際機関、政府機関、ありがとうございます。